皆さんこんにちは、おっさんの棒読みニュースです。今回は、韓国が国産輸送機の開発をすでに始めており、その先に旅客機、海上哨戒機、電子戦機などの開発も計画していて、それを軍が採用することになるのかどうか、ってニュースを紹介するね。開発を勝手に進めている韓国航空宇宙産業、海、は、輸送機の開発は、KF-21 のように戦闘機のような複雑なシステム統合の過程がないので、あっという間にできるから、開発は簡単だってことでやる気満々みたいだよ。輸送機の機種クラス的には、日本の C2、エアバスの A400M、ブラジルエンブラエルの C390 をターゲットとして、輸出を企んでいるみたい。それじゃ、ニュースを確認していきましょう。KF-21 のように輸送機も国内開発行われるか。2030年代の空軍の兵力と物資の輸送を担当する、次期輸送機をめぐる拡築が激しくなっている。防衛事業庁が2022から2026年に、4800億ウォンをかけて、大型輸送機3機を国外からの購入で導入することを決定し、受注を狙った海外企業は活気に満ちた姿である。先月 KF-21、ボラメ、試作1号機を出荷した韓国航空宇宙産業、海、は12日、空軍の航空宇宙戦闘力開発チームの主催で開かれた、航空宇宙力会議で、空軍の C-130、CN-235 などを交換する、双発ジェットエンジン輸送機の国内開発計画を提案した。日本が F2 戦闘機の開発人材を C2 輸送機と P1 哨戒機の開発に投入して研究能力を維持したかのように KF-21 の研究人材を活用して外国企業の独壇場であった韓国軍支援機市場に挑戦状を差し出しながら独自の研究能力を守ろうとする一石二鳥戦略という分析だ。輸送機以外に海上哨戒機、旅客機開発まで。現在空軍の輸送機、海軍と海洋警察特殊任務機のうち、空軍の CN-235、12機、C-130、12機、海軍の P-3C 海上哨戒機8機と、海上警察哨戒機1機を含む33機が、2045年以前に退役の時期が到来する。2040年代初頭までに新しい機種を導入する必要がある。海軍は最近公開した、海軍ビジョン2045で、P-8A より優れた次期海上哨戒機の導入を明示した。P-3C に代わって、2040年代に P-8A と共に活動する哨戒機が必要だということだ。これと関連し、海軍長期戦力所要にも次期海上哨戒機が含まれていることが分かった。空軍は2030年前後に C-130 レベルの航空機に電子機器を搭載する電子戦機導入を計画している。軍内の輸送機と特殊任務機の需要を総合すると35機前後に達している。個別事業単位では機種ごとに1から10機のレベルに過ぎず、部品の需要が少なく、稼働率の維持と軍需支援の面で困難が生じる。一方、輸送機を開発した後、海上哨戒機と電子戦機開発などに活用すれば、規模の経済を確保して、稼働率と軍需支援能力を高めることができるというのが海の説明である。海が開発する輸送機は、C-390、ブラジルエンブラエル、C-2、川崎、のように C-130 よりも優れた機種を目指す。また、見た目もこれらの機種と類似している。双発ジェットエンジンが翼の下に装着されている国産輸送機の性能要求度については、航続距離 4815km、飛行高度約 9km、搭載重量19トン、速度は時速 657km、戦闘兵力92人以上を提示した。C2、C390 より1段階低い水準だ。開発には7年かかる。輸送機を改造して7年間で開発される海上哨戒機は、
19km 上空で最大時速 741km を超える速度で、10時間以上の飛行性能が求められる。機種には水面を捜索する多機能位相配列、AESA、レーダー、後部には磁気異常検出装置、MAD、を装着する。胴体下部には光学機器とその V120 発を投下する機器と貯蔵庫、魚雷搭載用武装庫などが追加される。両翼には空対艦、対地ミサイルが装着される。海上哨戒機の胴体を活用して作成する中型旅客機は、外部武装マウントをなくし、内部に乗客用座席100個を設置する。外形は輸送機と同じだが、内部は旅客機の形で運用される。開発には5年かかる。現在国産輸送機の開発は明確に進められているものはない。軍の要件を反映した場合の大きさや見た目、性能などは変更される可能性がある。会は来月まで自主的に先行研究を実施し、国防部と産業通商資源部に輸送機の開発計画を提出する予定である。政府の政策決定が迅速に行われれば、2025から2031年にシステム開発を進めて、2033年から量産に入る方針だ。会は輸送機試作機の組み立てが行われる2029年には、海上哨戒機システムの開発に着手し、2035年に完成。中型旅客機は2032年から開発を開始するというビジョンを持っている。海は、戦闘機のように武装を装着せずに、航空電子機器は KF-21 よりも簡単で、エンジンも従来の製品を活用するため、輸送機の国内開発が十分に可能である、という立場だ。海上哨戒機のほか、空中給油機、無人機打ち上げプラットフォーム、武装型ガンシップなど、様々な派生型の開発も可能だと明らかにしている。しかし、国産輸送機の競争力については懐疑的な見方も出ている。輸送機を開発して海外に輸出をしなければならない。輸出は、米国や中国のように国内需要が多くないために必須である、収益性を向上させることができる最も効果的な方法である。しかし、大型輸送機第二次需要の候補である欧州エアバス A400M と、ブラジルエンブラエル C390 は、優れた機体構造と性能を持っており、海外市場で早くから注目されている。これらの企業は、世界の航空宇宙産業分野で高いブランド力を併せ持ち、受注量を増やしている。輸送機分野の後発走者である海が、彼らを乗り越えられるかは未知数だ。国産輸送機が日本の C2 のように、国内向けにのみ使われるようであれば、軍の財政負担はさらに大きくなるという懸念も出ている。ミサイルなどの航空武装と、軍用機の性能改良の提案も。この日の会議で会は、T50 系列の航空機の性能改良、T50MLU事業、も提案した。T50 系列は、2026年から2040年代半ばまでに退役時期が到来する機体が発生する。T50 とブラックイーグルスの T50B、TA50 戦術入門機、FA50 系戦闘機を含む160機の寿命を延長し、訓練システムを改善しなければならないという主張だ。このため、生産中止部品の代替、空中給油能力を追加、インストルメントパネルを大画面インジケーター、LED、に置き換え、ヘルメットディスプレイ装置、HMD、などのセンサーの改善、地上衝突回避システム搭載などの生存性の強化案を含む計画を、会は提案している。KF-21 と FA-50 への搭載を狙った新型ミサイルや、精密誘導爆弾も多数紹介された。今年2月の基準で、KF-21 の航空武装は12種である。このうちミサイルは3種に過ぎない。戦闘力と輸出競争力を早期に高める次元で、タウルス長距離空対地ミサイルなど、空軍がすでに運用している航空武装を KF-21 ブロック1に装着したり、海外から新型航空武装を急いで導入しなければならない。
という主張が空軍の内外で絶えない理由だ。FA50 も輸出競争力と戦闘力増強次元で、武装強化の必要性が継続して提起されている。会議に参加した国内外の防衛産業企業は、このような点を意識して、航空武装を積極的にアピールした。ハンサは中距離空対地ミサイルと、短距離空対空ミサイルなどを提案した。FA50 に搭載することができる中距離空対地ミサイルは、射程距離 200km、精度は3メートル以内である。トルコの SOM ミサイルに似ている。ハンサ側は、今後 KF-21 にも装着することができ、空対艦ミサイルにまで領域を広げることも可能だ、と述べた。関連事業が本格化すると、ドイツタウルスシステムズのタウルス350K2 と競合する可能性もある。国産短距離空対空ミサイルを KF-21 に統合しようとする案もある。試作1号機が出荷された KF-21 ブロック1は、ドイツ製 AIM-2000 短距離空対空ミサイルを搭載する。しかし、KF-21 には国産武装を装備しなければならないという主張が後を絶たない。ブロックには、短距離空対空ミサイルを含む、国産航空武装搭載が拡大する可能性がある、という観測もこれと無関係ではない。フランスの防衛産業のサフランは、ハンマー空対地精密誘導兵器を提案した。垂直に標的に落ちるハンマーは、厚いコンクリートバンカーも精密打撃することができる。戦闘機の後方や、山の向こう側にある地上ターゲットも打撃可能であり、戦闘機がミサイルを発射してその地域を離脱しても、自力で標的を見つけて飛んでいく。サフランの関係者は、フランス空軍がアフガン、リビアなどで使用しており、中東諸国も多く使っている。米国の輸出承認に拘束されていない 100% フランスの独自技術、と強調した。イスラエルのエルビットシステムは、500ポンド級精密誘導爆弾を、ノルウェーのコングスバーグは JSM 空対地ミサイルを紹介した。欧州 MBDA はスピアーミサイルをアピールした。この他にも、欧州エアバスは大型輸送機第二次事業の候補機種である A400M を、米国ボーイング社は、かつて韓国軍への導入説が流れていた F-15EX 戦闘機、英国 BAE システムズは、戦闘機搭載電子戦システムなどを提案した。防衛産業界の関係者は、現在、世界の防衛産業市場で、韓国軍はかなりの需要がある、大口顧客、として、韓国市場を確保しようとする国内外メーカーの競争が一層激しくなるだろう、と展望した。ってことで、国産輸送機の開発なんて勝手にやってりゃいいんだけど、旅客機だけは輸出前提で考えるのはやめてもらえないかな。輸送機だけならいいけれど、旅客機は絶対にやめてくれ。韓国の経済力をベースに援助を期待して注文しちゃう国が絶対にあるので、不安しかないんだよね。ただ、軍用機の方は国産優先政策によって採用されるだろうから、30機なんて言わずにありとあらゆるものを韓国製に置き換えていってほしいよね。特に政府専用機が国産機になったら面白いんじゃないのかな？知らんけど。最後まで見てくれてどうもありがとう。高評価、チャンネル登録お願いします。